ハロペコ、今日はですね、群馬県太田市新井町にある田辺丸さんにやってきました。田辺丸と書きまして、田辺丸さん。ランチではとん丼が味わえます。夜は居酒屋さんになりますので、店内に入ると可愛い手書きのメニューたち。店内は小上がり席が多数です。卓上はシンプルです。それではメニューを見ていきましょう。田辺丸さんでは今回ランチに伺っていますが、豚丼一択ということで、とても楽しみにしてきました。その豚丼と合わせるトッピングがこれだけあります。いろんな味に変化できて、これはいいね。特殊な調理法気になる。まずはこちら、松豚丼800円です。こちらは豚 150g と米 200g、 それで俺がこちら、花豚丼1750円です。松と比べるとすごいボリュームです。これまたうまげ。豚肉の量が半端じゃないんですけども、真ん中に乗る青ネギ、これも美味しそうですね。いい香りがしています。見て見て、顔よりでかいよ。それではまずこの豚丼の豚を食べてみましょう。大きさは一口サイズに切られており、こちらの肉は豚バラ肉ですね。厚みも程よくあって、焦げ目も最高。これはうまい。炭火の香りがとても良くて、噛み応えのあるこの豚バラ肉、豚肉をどかしてやっと出てきたのがこのお米。こちらのお米は 500g あります。田辺丸さんのメニューの中で一番量が多いやつです。この豚丼に米、合わないわけがない。このスモーキーな豚丼、これは美味しいですね。タレもほんのり甘めで、私の好きな味付けです。田辺丸さんランチの方では豚丼一択ということで、自信の表れが見られます。俺が食べているこのサイズ花に関しましては、お肉が 400g と超ヘビー級。もしも食べきれなかった場合にはパックがありますので、テイクアウトも可能ですよ。この家では出せない豚丼、ちなみに豚丼を注文すると美味しく焼いてきますと店員さんが言っていただけます。お肉が焼き上がると厨房の方から美味しく焼けましたという合図が聞こえてきました。店員さんの言った通り、美味しく焼いてきていただきました。これはうまい。今回はトッピングで半熟卵100円、こちらをお願いしました。半熟卵かけちゃったらさらに美味しさアップするよね。丼は大きいんですけども、深さもかなりありまして、ヘビー級ですね。この肉を、これいかがですか。これは絶対うまいよね。香ばしさとこの卵黄がいい仕事しそう。はい、たっぷりつけましてガブリ。あーうまい。米と卵、この相性も抜群ですよ。お肉と一緒に食べるこの青ネギも香りが豊かになりまして、めちゃくちゃ美味しい。豚の甘みを引き出すようなこのタレ、見た目は味付けが濃そうに見えるんですが、ちょうどいい味付けです。丼のヘリには本当に名の通りお花のように散り詰められています。しかも映えるよね。半熟卵を混ぜたらご飯も混ざって、これもうまいな。炭火で焼いたこの豚は照りもすごいですよね。こちらの花は1キロぐらいサイズがありますが、1750円だったらお得。ほら、こんな感じで豚の脂身、これが最高にうまかったです。丼には田辺丸さんのお名前が。店員さんとツーショットいただきました。気さくな店員さんです。ありがとうございます。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の田辺丸さん、香ばしくスモーキーな豚丼はめちゃくちゃ美味しかったです。次は夜の居酒屋さんに行ってみたいと思います。店員さんは神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。